は永山邦明です。これは海の生物を中心とした系統地です。この地球に40億年前に生物が誕生したときは非常に簡単な単細胞生物でした。それらが40億年の時をかけてだんだん複雑になり、私たちのような生物が今いるわけですけども、この系統樹は海のものを中心とした生物の進化の様子を示しております。最初に原生生物、単細胞生物が生まれ、さらに海綿や人で、節足動物の一員でありますカニ、エビ、脊椎動物の仲間としては最初に魚が誕生しておりますが、このやつの中には陸上動物での脊椎動物であります鳥ですとか哺乳類が書かれております。こういう系統樹はたくさんありまして、皆さんも見たことがあるかと思いますけれども、これらの系統樹に共通した大きな特徴があります。それはこれだけたくさんある生物すべてがですね、ほとんど人より小さいということです。この図はですね、最近の生物関係の文献をもとに作ったもので、地球上に生息する生物種の割合を円グラフで示したものです。ほとんどはですね、無脊椎動物で、例えば昆虫ですとかクモ類ですとか軟体動物ですか、カニを含む甲殻類がおります。これらの中で、人より大きな生物種を含むグループは脊椎動物、クジラとかゾウですね、それから大きな木を含みます植物、さらに大きなタコなどを含みます軟体動物です。で、そういう大きな生き物を抜き出して比較しますと、この全ての生物種の中で、ほとんどが人より小さい、 99% は人より小さいということが分かります。生物は小さい、 Life is small、そのことをですね、常識として一般に伝え広めることがこのプロジェクトの目的と意味です。そのことをですね、実感し皆さんに知っていただくために、このプロジェクトでは新しい科学コミュニケーションツールを用いることにしました。それはスマホ顕微鏡です。スマートフォンが簡単に顕微鏡に変わる、もしくはタブレットが簡単に顕微鏡に変わるスマホ顕微鏡です。小学生でも扱えます。それらを使ってLife is smallということを感じ取っていただく、実感していただく、皆さんと一緒にスマホ顕微鏡を使って小さな世界を探検いたしましょう。